海の国で妹ファイブを撃破したゼロは死とリトを奪い次なる目的地へと向かう。山の国、そこは清廉なる歌姫フォーが統治する難攻不落の要塞山脈だった。アンズルナ、貴様一人で戦うわけではない。竜に守られ、さぞや心強きことだろう。感謝せよ。夢か。どんな竜でも心強いってわけじゃなさそうだよ、ミカエル。山からの風は気持ちいいね。潮風はベタベタしてて嫌だったんだ。ベタベタ、そう、僕の歌姫みたいにベタベタ気持ち悪い。はぁ、何だ、リトは人でしょ。人が歌姫様を悪く言っちゃいけないんだ。関係ないね。僕の歌姫は死んだ。体も心もきれいさっぱり無関係。それに見たろ、あいつの最後、バカみたいにでかいだけの胸を剣でえぐられて最高でしょ。肉団子の無様な死に際って一番笑えるよ。またそれか。だってやっぱりファイブはかわいそうだったよ。ファイブ泣いてたよ。泣いてる妹を殺したんだよ。どうせ嘘泣きだ。そうか、かわいそうな自分に酔ってる涙だね。とにかく僕はやだ、兄弟殺し反対。あっそう、ここに君の好きな牛肉があるとする。うん、牛肉大好き。それを他のドラゴンと分け合ったら少ししか食べられないよね。うん、少ししか食べられないね。一人で食べたいよね。うん、一人で食べたいよ。私も妹を倒して一人で世界を支配したいんだ。いい、とにかく次はフォーを倒す。一緒に来い。はーい。が出てきたもん。ゼロ、どこへ向かえばいい？知りません。フォーの潜伏先を私が知るはずないだろう。じゃあ、僕たちの道が合ってるかどうか。王様をお守りするな。知りません。最悪。なんだよそれ。ああ、急に足が重くなった。軽くしてやろうか。遠慮する。なんか嫌な予感じしないか。
おまけに生意気な子供も増えてくる。言うね、おばさん。殺すぞ、ガキ。くっそ、手間かけさせやがって。今押し切った姫の人だと。人に住む身分か。こんな山道歩いてたら筋肉ついてムキムキになっちゃうよ。そういう体僕生理的に受け付けないんだよね。自分の体でもお相手の体でも。喋る元気があるならさっさと歩け。疲れた。いつまで続くのこの山道。ファイブの夜の相手に比べたらマシだろ。それは確か。あいつ引きかじったこと全部試そうとするんだもん。試すって何を。君は知らなくていい。どれだけ厳重に守られてるのかな、お姫様は。歌姫ってみんなそうだよね。過剰にもったいつける。ああ、ごめん。ゼロも歌姫だったね。一応。一応ってなんだ。どの口がそういうことを言う。あおらゼロ、敵敵。
わけない。ああ、王様の身にも危険が。わしらの力では。私が負けるとでも思ったか。あとケルベロスに弧をつけるの。来るなら一気に来い。この戦いが一段落したら僕を抱いてもいいですよ。ゼロはあの肉団子と違ってスリムだし気持ちよさそう。気が向いたらな。無事に逃げられたか。わからん。何がどうなってる。こうってどんなやつなの。少女だ。説明それだけ。少女の歌うたいってだけでだいたいわかるだろ。まあね、面倒くさそうな女だってことはひしひしと。王様とデカート様は一緒じゃないのか。少女の歌うたいに使える資格ってどんなやつなの。まず間違いなく変態だ。なるほど。お子ちゃまはゼロと寝たりするのか。うん、ゼロは私と寝てくさいし、ゼロから出なくて。そりゃそうだ。じゃあ今夜も遠くで寝てくれよな。僕がゼロのお相手だ。分かった。ゼロのことを潰さないでね。潰されるのは僕の方だと思うな。ゼロの方がいつも正しく真っ当だ。今我らも王様に続くのだ。
カード様がついてるから安心だ。手を踊りしておこうか。再生能力終われない。全員全員倒すまで終われない。ゼロの左腕って義手？そうだ。その義手はどうやって動かしてるんです？動力源か？切断面に寄生させている虫だ。虫？機械じゃないんだ。見たいな。
また今度な。僕も見たい見たい。しつこい。ちぇ、それにしても歌姫一人に手こずりすぎでしょう。さっきのゼロの再生はすごかったね。石になってる左手もそうやって再生すればいい。いろいろあるんだよ大人には。大変なんだね大人って。ああ、だから静かにしてろ。結局さっきの地域はクソ犬がいただけだったな。ねえゼロ、さっき飛んでて見つけたんだけど、あっちの方角に神殿っぽい建物があったよ。なんだか広い場所が見えたよ。ああ、なんか聞いたことあるかも。山の国の神殿は大きな広場になっているって。方角は北か。北部へ向かおう。次第に激しくなる敵軍の反撃。フォーが隠れているという神殿は要塞化された防衛施設の中にあった。この先の要塞にフォーがいるんだ。神殿を要塞化するなんて、鳥みたいに肝の小さな歌姫様だね。適当にその辺りを燃やしてこい。目開けちゃうよ。構わん、好きなように好きなだけ爆撃しろ。本当に破綻してるな。褒め言葉として受け取っておきますよ。ゼロが来たぞ。呪われた歌う隊は殺せ。前方もやりたがってるみたいじゃないか。受けた屈辱は返すのがドラゴンの礼儀なんだろう。でもひどいことをするのはあまり好きじゃん。うるさい、とっとと上から砲台を潰せ。私は地上で雑魚どもを始末してからね。2回言わなくていい。次々来るぞ、迎え撃て。くそ、強い、速い。ゼロが来るぞ。ホイッパッコー。歌姫と戦うなんて俺たちにできるのか。俺
な。段取りがあるんだよ。黙ってろ。止めたぞ。ありがとう。あ、よく聞こえないんだけど。ありがとう。ありがとうございますだ。ありがとうございます。よくできました。撃て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 。無駄だ、やめておけ。少し行って、やってみなきゃ分からねえぞ。恐怖で正面をもらってるやつに腰抜け呼ばわりされたくないね。ちゃんと目標に着弾しているか確認します。後からキリが見えないか。次の表面か。いい。王様のためなら俺の
丈夫じゃなかったらどうするの。勝負が早いから逃げよ逃げよ。逃げてどうするんだ。逃げてどこかでひっそりと平和に暮らそうよ。勇敢と無謀を履き違えちゃダメだよゼロ。どこでこんな洒落た言葉を覚えてくるんだ。イラッとするな。褒められちゃった。褒めてねえよクソドラゴ。忙しいんだから黙ってろ。さっさと進んで王を倒すぞ。バリケードで通れないぞ。クソ。僕が何とかしようか。ゼロ頼むぞ。さっさとフォーのところに行くぞ。はい。大変だったねゼロ。リト、さっきの崩落に巻き込まれなかったのか。どうしてうまく抜け出せたんだ。ミハイルにバリケード爆破なんて細かい仕事明らかに無理だから、ちょっと引いたところで様子を見るの当然でしょ。知らん、そんな常識は知らん。ああゼロの知能のそういう欠陥具合聞いてほしいな。殺すぞ。戦い方だ。
あの先がフォーの要塞か。ゼロ、正面からだと要塞に入れないよ。何？これ、豚の力だ。豚の力で見えない壁を作ってるんだ。ふん、小賢しいことをする妹様のことで。私たちはこっちの洞窟から行く。君は上から回り道を探せ。しっかり働けよ、お子ちゃま。分かった。私にはわかる。でなきゃ歌うたいの処女なんてありえないだろ。え、少女って何？まあいいや、うん、やっぱり僕と仲良くなれないの？ってのは無理だ。処女とは仲良くなれない。そうなんだ。にゃ、処女とは仲良くなれないんだ。ああ、処女とは仲良くなれない。別に好きじゃないよ。邪魔だから取り除いているだけ。必要がなかったら人殺しなんかしない。まだ続くか。めんどくさいな、まったく。
もう肩が疲れた。今夜たっぷり揉んであげますから。ほら、押して。どうした？第一大攻撃部隊がやられた。ここで止めなきゃ終わりだ。相手は狂った歌を歌いだ。気はいらないぜ。突破されたらどうなる？終わりだ。終わりだ。もう終わりだ。伝令は？王様への伝令はどうした？伝令はまだ攻撃しておりません。どうなっておるのじゃ。補給されておる。こんな狭いところでそんなの撃つな。熱いだろ。ああ、ドラゴン。ちょっとくらい我慢して。何だか混乱してるね。敵の混乱は絶好の好機。いいね。相手の弱みにつけ込む卑怯なやり口、僕は好きだよ。